そのスプリンクラー本当に出るかどうか実験できます、はい、まあ、客室でやるってことはできませんのでね、場所を設定しまして72度の温度が上がりますと、溶けまして Singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. Pinky Patch, 間に合った。よいしょ、あー、遅くなりました。帝国ホテルでね、おすすめパンなんだけど、見てるわけよ。あ、ヒロミさん。あ、やった。やったかつてこういう大都市を代表する大ホテルっていうのはもうごく一部の階層の人しか利用できませんでした。それがもう今や完全に我々と無縁のものではなくなりましたね。第3次ホテル戦争も結局我々がエンジョイするためのものであってほしいと思います。さあそれではホテルの24時間を支えてくださる方々でフィナーレと参りましょう、大都市にある巨大ホテルの裏と表を皆さんにとくとご覧いただいたわけです。さてこの巨大ホテルではお客様を迎えているいろんな従業員の人たちが日夜こう働いていらっしゃる。1500人の従業員の中から集まっていただきました。皆さんいろいろなユニフォームを着ていらっしゃいます。もうこれが本当に帝国ホテルを支えている皆さんの一部なんです。はい、何係でしょう。電話交換室でございます。はい、客室係です。レストランのフォンテンブルーです。肉係をやっています。レストラングリルルームでございます。はい、リネン係です。施設の機械係です。レムソンです。宴会サービスです。ベルマンです。フロント会計でございます。